日本代表が遠く南アフリカの地で感動と興奮を巻き起こした2010年。今年の締めくくりは次世代を担うまさにプラチナ世代の高校生が躍動します。ツートップへのプレッシャーが少し甘く見えますね。中村、ゴール前には佐々木、そして清水も待っている。清水ナウカ、そしてシュート、清水合いませんでした。ジャストミートしませんでしたが、オープニングシュートは西武大高校14番の清水慎太郎です。これが西武大高校の攻撃の狙いですよね。サイドからクロスに対して清水が合わせてくれる、中村からのクロス、そして清水、 J1 の大宮アルディジャニー、この春入団することが決まっています。抜群の身体能力を誇る。岸さん、はい、森谷監督、今フォワードの2人、佐々木と清水に指示を出してポジションを入れ替えました。はい、そして一言二言清水に指示を出しました。はい、末松から、そして清水、佐々木シュート、素晴らしい、佐々木が決めた先制ゴール。佐々木、西武大高校1対0。西武大のこれが形ですよね。清水にぶつけておいて、それにタイミングよく佐々木が絡んでゴールを決める、はい、素晴らしいゴールですね。まさに森谷監督、この2トップのポジション、ご覧のシーンです。返させた直後、清水、そして佐々木。清水胸のパスですね、チェストパスってやつですけどね。素晴らしい感覚ですね。まさに気持ちのこもった絆のパス。先制の外、岸さん、はい、香川西高校の応援スタンドなんですが、2年前のキャプテン、現在川崎フロンターレで活躍しています登里選手が応援に駆けつけているんですね。はい、で大会前には自ら学校を訪れて選手を激励し、さらには今選手が来ている。西武大がリズムつかみ始めましたね。阿部からのこのマイナスのボール、ここに清水が駆け出していきましたが、こうなってくると西武大高校リズムが出てきますね。で畳みかけるようにこう点を取っていくっていう、そういう形が結構あるんですよね、このチームはね。そうですね。2年連続3回目の選手権、埼玉193校の代表です。ボールを蹴るのは末松か、壁は4枚、香川西高校、もうあと1点も失点は許せません。末松のシュート、決まった。追加得点は西武大高校、10番の末松が決めた、2対0。少しブレ玉になってたかもしれないですね。次の1点が勝負と言っていた、その1点が入りました。西武大高校、貴重な追加得点。高橋、佐々木、大西、つないでいく、金沢、前を向いてボールを送る、シュート、わずかに左、キャプテンの佐々木。狭いスペースよくパス通したんですけどね。いや伝わってきますね、彼の動きはね。岸さん、はい、西武大は2人変える模様です。16番の平野選手と18番の岡本選手が準備できてます。平野選手と岡本選手を変えてくる、2枚のカードを切ろうという西武大高校。10番末松シュート、今林が抑えました。しっかりとここは3点目を与えることはできません、香川西高校。7番の中村、抜けた。さあ1対1になった、切り返していく、ここで倒れる、ホイッスル、これ PK で退場じゃないですか、レッドカード。ここはなんでだとちょっと信じられない、今林ゴールキーパー、レッドカード退場ということになります。このシーンです。キーパーの手が9番の佐々木選手の足に当たってしまいました。今林退場ということになります。その前のループシュートはよく抑えたんですけどね。はい、さあこれで香川西高校はフィールドプレイヤーを1人変えて、ゴールキーパー25番の野村選手を投入ということになります。2年生の野村選手がスタンバイ、そして西武大高校は2人のメンバーを変えていきます。18番の岡本選手と16番の平野選手をインということになります。西武大高校からまずは PK のチャンス、西武大高校
清水が決めた、3点目、笑顔がこぼれる3点目、西武大高校。落ち着いてましたね、キーパーの見ると逆ですよね。決定的な3点目が入りました。さあ中にボールを送る、キャプテンの佐々木、3番の大迫、前のボール、若村、ここで長い笛、埼玉代表西武大高校2回戦進出。埼玉県勢29年ぶりの頂点に向け、今年も西武大初戦突破を果たしました。勝ちました埼玉県代表西武大高校、森谷保監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。見事初戦を突破されました、今の感想を聞かせてください。まず香川西の出足が非常に良かったので、前半何もさせてもらえない、まあ、1試合全部通して何もできなかったっていうのが本音で、よくまあ3点取って負けないという気持ちだけで戦い抜いてくれた。